第5回タカコの園芸セミナール、木立性ベゴニアの栽培方法、育て方です。皆様こんにちは、加護園の野口タカコと申します。今日は5月の27日日曜日、タカコの園芸セミナールのご案内をさせていただきます。この日27日日曜日10時から11時半こちらの加護園のベゴニアの第4室にて、木立性ベゴニアの栽培方法をご説明をいたします。参加費は無料でございます。予約も必要ございませんので、当日ぜひ皆様、お出かけくださいませ。木立性ベゴニアには3種類品種があるんですが、これが木立性ベゴニアの八竹型というタイプです。ちょっと竹の節のように、茎がしっかりしていて直立して上に伸びるようなタイプですね。ある程度高さが出ます。これは、原種の一つでブラジル原産のアルボピクタという品種になります。まあ、ちょっと細いね、ラグビーボールよりも細いですが、細葉の中に水玉模様がありで、ちょっとグリーン、ライムグリーンがかったお花です。この手の色合いのはちょっと珍しいですね。こちらが、八竹型、それからその木立性ベゴニアの創生型、シュラブタイプと言われるもので、茎質がこういうふうにね、柔らかいです。横にこうちょっと伸びるタイプで、先ほどの直立して上に伸びるタイプと違って柔らかくってよく分岐しているので、ハンギングとかそういったものにも向く品、タイプになりますね。シュラブタイプです。これは、リッチモンデスプルプレアという品種で、リッチモンデンシスという他の種類もあるんですが、プルプレア、ちょっとこう葉っぱが銅葉で、かっこいい感じのお花ですね、品種になります。とても丈夫です。光とか風とか、そういったものにもある程度の温度にも丈夫なので、すごく使いやすい、ハンギングとかとしても使いやすい品種になります。それからつる性品種ですね。こうつるのように横にホックしていくタイプで、まあついこの間までお花咲いてましたが、ちょっと今ないですが、ウィズラクーヒーという品種です。葉っぱの裏側がこんなえんじ色していて、で表側カーキ色のちょっと渋い感じですが、こう横にホックしていくので、ある程度ちょっと高さのあるもの、スタンドで楽しんでいただいたり、あとこれもハンニングにも向く品種です。白い小花が咲きますが、秋にも咲きます。とっても丈夫です。こういう風に、大きく分けて木立性ベゴニアには3タイプ茎質で分けられることができます。ベゴニアの世界は大変広く、たくさんのバリエーションがございます。まあ、その中でも木立性ベゴニアですね、こういうちょっとこう直立して、高さがある程度出る木立性ベゴニア、こちらの、栽培方法、皆様が難しいと実は思ってらっしゃるベゴニアもとても栽培が簡単です。半日陰で育てられる、インテリアでも楽しめる植物でございます。そういったところをご案内させてもらいますので、ぜひ皆様お誘い合わせの上お越しください。そして、午後1時半からですね、3時までこちらのパレットベゴニア寄せ植え教室もございます。こちらは予約が必要ですので、メールからご予約をいただけたらと思います。ベゴニアの世界をぜひお楽しみいただけたらと思います。皆様のお越しをお待ちいたしております。